ということで、さあ本日の記者会見をお届けしたいと思います。指名された方は、社名をお願いします。総額は3574億円の補正予算案を提出をいたします。こちら、まず第一に、先ほど申し上げました感染拡大を阻止する対策といたしましては、1455億円を追加費用、そこに見てリーマンショック、そして東日本大震災における緊急対策を大きく上回る、これまでに例のない過去最大規模の対策となります。日本経済、戦後最大の危機に直面しているという今、大規模かつ効果的な緊急対策を果敢に講じることで、都民の皆様、そして事業者の皆様の不安を払拭してまいりたいと考えております。医師、そして看護師の皆さんがですね、もう深夜に及ぶ勤務、家勤務を続けておられます。そこで家に帰れないまま宿泊される施設、この確保を支援を。